ロードバイク女子と合流してバンライド。めっちゃ嬉しい。うん、初めて行くの、若パン。あ、本当に？うん、おじゃいたね、まだ。うん、朝ごはん食べてきたのにお腹すいた。もうオートミール食べたのにお腹すいた。よし、出発。坂を登ってる。地味に長いな。飛んでるな。あ、涼しい。このトンネルは広いからそんなに怖くないね。明るいし、スピード感覚がわからんなるな。レッツゴー。よいしょ。高輪さん。ここからもうエッチなオッチな。うん。頑張ろう。頑張ろう。長い？うん、だらだら続く感じ。ああ、そうなんや。はい。あ、もうすぐだ。いるいる。おはよう。はい、いただきます。いただきます。わかぱんさん。はい、OK です。はい、出発。もたもたしてる。あ、クリートあれつけとんや、ビンディングシューズ。よいしょ。眺めだね。え、綺麗。なんかジブリっぽいよ。そうそうそう。ポーニョポーニョポーニョ、魚の子。なんやったん。まなちゃん、なんやったん。道を知ってるまなちゃんにずっと前引いてもらってたので、ちょっと先頭交代しました。海岸線の風やべえ。進まん。でも海は綺麗。キラキラしてるよ。もう到着。無駄にぐるっとさせられたんね。かわいい。メムリンかわいい。 T シャツも売りおるんやね。なんでだよ、いける。
これからマナちゃんが美味しくなる魔法をかけてくれるよ。美味しくなー美味しくなー美味しくなー思ってたんとちゃう。美味しくなる魔法をかけてくれるよ。でも美味しい、美味しくない、美味しくない。めっちゃビビっとる。お願いします。美味しくない、美味しくない。やらせていただきます。よろしくお願いします。いざ美味しくない。以上です。右でーす。噛んでリュックがパンパンなので、どれか食べよう。何にしよっかな。あ、そうだ、パパンさんのパッキンポッツを早めに食べんといかんのか。そう、君に決めたやろ。君に決めた。ハニートッツォー。いいゆうきちさん、着いたぜ。こんにちは。ここいい。ありがとうございます。玄関のあれやろ。実食サラダ食べる前にメインはサラダ、サラダを置いて、おいしい、なんか深みがある。実食、実食。
青くんの、うん、あ、すごい白い白い白い柚子シフォン柚子ね、はい、ひさちゃんこれねよかった、思いのほうが喜んでくれた五等分して、五等分の花嫁、五等分の花嫁、私はね、いつきちゃん、私ね、わからんちらっと見たけどわからん、ちゃんと見て、ちゃんと見る、今でもジョジョ見てるから、ジョジョ終わってからね、うん、いただきます、美味しい、うん、めっちゃ美味しい、うん、柚子の香りが爽やか、うん、シフォンってこんな白くなるんですね、あのね、レモンとか柚子で作ると何でか分からんけど真っ白になる、うん、そうなんだ、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、楽しかったねめっちゃ食べたね、今日もね、めっちゃ食べた、もうお腹パンパン、眠たい、眠たい ね、でも今日鬼滅だから、そうね、鬼滅見んといかんね起きとかないか、ね、まあ、今日はお家まで帰ったら60キロぐらいかな、すごい、松山市内で60キロってあんまり走れんのよね、なんかね、意外にね、意外とね、しまなみ海道行ったら60キロ、70キロ走れるけど、松山市内はちょっとよかった、結構レアやね、ね、楽しかった、楽しかった、ありがとう、ね、ありがとうございました、ではまた次回の動画でお会いしましょう、帰ってこーわーい、ダブルダブル、まだでーす、まダブルマナです、これから息が合っていく感じで長さとかね、ね、スピードとかね、倒すあれとかね、速度とかねこれから頑張って、頑張って、うん、息合わせていこう